ここからやってみればいいね。ああ、まあその柱からでもいいし。畑で作業をしている小林弘樹さん。島田市の生見地区でビールに香りをつけるホップの生産に挑戦しています。結局その土地土地でやり方が違ったりだとか栽培方法が違ったりするもんですから、やっぱ考えながら全て行動していくっていうのはやっぱ大変であり魅力でもありますね。ホップはつるを伸ばす植物で高い位置に実をつけます。そのためつるを這わせる紐を張る必要があります。一通り100本なんで、まあここの圃場だと500本今張るような今準備してます。いやこれはあれですね、各ホップ農家さんも聞いててもう分かってたんですけど、めちゃくちゃ大変ですね。多くの苦労の末収穫までたどり着いた島田さんのホップ。長雨やカモシカによる影響を受けましたが、去年の夏無事に収穫することができ、今は冷凍保存されています。収穫はですね、畑によってもう格差がものすごい出て目標通り収穫できたところもあるし、ほぼ全滅っていうところもあって、まあ本当にいろいろと勉強した1年でした。あれからおよそ10ヶ月、小林さんたちは新たな挑戦を続けています。生見地区にあったそば打ちなどの体験施設の建物を活用し、去年12月にクラフトビールの醸造所193バレーブルーイングをオープンしました。まあ香りも一、そうですね、まあだいぶビールっぽく、そのビールっぽくなってきた。そう、ゼラチンで苦味も少なく、醸造長を任せられている渡辺武雄さん。普段は島田市の地域おこし協力隊として活動しながら、ここでクラフトビールを作っています。もうかれこれ10年前になるんですけど、10年前、大学生の頃にこちらの方と交流を持たせていただいていて、で今度ここで新しくビールを作るよってなった時に、じゃあまたこう自分たちが、ね、学生になって社会人になって経験してきて、いろんな力をつけた状態でまた何かお手伝いができるんじゃないかということで関わり始めました。醸造長として掛川市にある別のクラフトビール醸造所で今も勉強中。しかし勉強を始めた頃はとても苦労したといいます。その理由は、自分のスタートがビールが苦手だったっていうところもあって、そのビールに興味を持って勉強するっていうところから、まあ苦労とは思ってはないんですけど、ちょっと大変だったところもあって、こうして完成した初の自社醸造クラフトビール。今回は海外産のホップを使い、生見地区にゆかりのある泡を隠し味に加えたペールエールや、新アルコール飲料として注目されている低糖質や低アルコールの発泡酒、合わせて3種類を醸造しました。ビールが苦手な方にも飲んでもらいたいし、特に女性の方、働く女性の方にもなんかご褒美ビールって形で飲んでいただきたいってことがあるもんですから、苦くなくて香りがしっかりと立つようなビールを作っていきたいっていうふうに思っております。さらに新たな試みも、地域に根ざしたクラフトビールを作るため、生見の農産物を副原料として加えた新アルコール飲料を開発しました。無農薬栽培したこの生見地区のレモンと、クラフトビールで使うですね、ホップの品種でモザイクというすごい人気がある品種があるんですけども、それを一緒に漬け込んだ、新アルコール飲料っていう形になります。ビールには欠かせない麦芽の量を通常の半分以下にすることで、レモンの爽やかさとホップの香りを先に感じることができます。ビールの苦手な方もいらっしゃるんで、それをちょっと飛び越えたいなっていうこともあって、25% 麦芽飲料、麦芽飼料の 25% 以下を目指した。でもう一つ大きなのは低アルコールってことで、 2% のアルコールの飲料を出したってことです。これらのクラフトビールの一部は
島田市にある門出大井川のハンバーガーショップでも提供を始めました。しかし提供開始から3週間後、まん延防止等重点措置が適用となり、提供中止を余儀なくされています。今施設全体としてはお酒の提供中止させていただいているような状態です。お客様がですね、直接お店に見えられてビール飲めますかとか、あとは瓶で置いてありますかとかっていう問い合わせはすごく多くいただいております。問い合わせが相次いでいて、まん延防止等重点措置が明けたら再び提供を始める予定です。まあ、香りも道、島田市で初めて作られたクラフトビール、小林さんたちの島田市そして生見地区への思いが詰まっています。地域に愛されるビール、お客様に愛されるビール、ビールって嗜好品なんで、好き嫌い絶対あると思うんですよ。でもそういう中でも愛されるビールでありたいなっていうふうに私は思っております。